こんにちは。転売王堀秀夫です。えー、私は2009年からネットで物を販売して稼ぐ方法のコンサルティングをしています。まあ、物を売って稼ぐにはね、えー、無駄遣いが好きな人をターゲットに無駄なのを売るのが儲けやすいです。まあ、無駄なものは必需品と違って価格に分散ではありませんので高くても売れます。また無駄遣いが好きな人は勧めるものを次から次へと買う傾向があります。 無駄遣い好きな人ね、どんな商品を好んで買うか、それを教えるには私は最適な人です。なぜなら私も無駄遣いが大好きな浪費家だからです。二十歳で栃木の日光から東京に出てきました。そしてバブルの時期に投資マンションを売るという不動産の仕事をしていました。投資マンションを売る会社はですね、無駄遣いが歓迎されます。それは金を使うのが 好きな社員ほど稼ぐ必要があるからです高い家賃を取られる都心に住んであれやこれやバカみたいに金を使うと、まあ、そうすればね放っておいてもたくさんのマンションを売るようになります、まあ、そんな会社の策略にまんまとはまって毎月50万ほどは無駄金を使ってきましたたくさん使う月とそうでもない月があるにせよコンスタントに月50万以上は使ってきました まそんな生活をね、えー、20歳から49歳まで、まあ、20年間、まあ、使ったのいくらかなと計算すると、月50万円が12ヶ月で1年間、それが29年間ですからね、1億7400万と、まあ、マジかいなって感じなんですけど、まあ、実際はね、えーまあ、普通こういうのって多めに言うと思うんですけど、私の場合ね、実際はもうちょっとちっちゃい頃からもいろいろくだらないもん買ってましたしね、あと、まあ、 買ったもんばかじゃなくてね、えー、旅行とかカジノで負けたりとか、まあ、そういうのを考えると全然こんなの追いつかないぐらいまあでもね一応ねまあ平均として分かりやすく1億7400万とかけましたけどまあそれぐらいは最低使ってます、ね、ちっちゃい頃から、ね、中学生の頃からこのアポロエクササイザーとか買いましたしね、えー、もうちょっと大きくなってこのブルーワーカーも買いましたねあとワインを飲むのにね 別にどんなワイングラスだってワインは飲めるんですけどわざわざね8万円もする、えー、バカラのワイングラス金魚鉢みたいなねロマネコンティなんていうのも、まあ、パリ組んだりまで行って買ったりとかねあとペトリウスねワインなんて、まあ、飲んでしまえばね終わりなんですけどなぜそんなね、えー、50万円以上もするワインを買う必要があるのかというのもあるんですけどねこういう高いワインも、まあ、買ってしまいましたね 旅行も一緒ですね。LCC でも目的にじゃあ着くんでしょうけど、まあ、せっかくなんでね、A380 のファーストクラス、ね。飛行機でシャワー浴びるってどんなだろうと、ね。確認したくてしょうがなくて乗っちゃいましたね。で車も別にね、なくてもよかったし、全然、えっ、ー、とね、どれぐらい走ったかな。あんま走ってなかったですね。多分これ、1年弱持ってね、4 0 0 0キロも走んなかったと思うんですけど、 車買って、えー、いろんなね、マフラーやら、ブースターやら、何やらかやら、えー、いじってましたね。で、ホテルもね、なぜそんなホテルに泊まる必要があるのかってことなんですけど、やっぱり気になって泊まってみたくてね、えー、パリのリッツだのね、えー、シンガポールのね、えー、ラフルズとかいろいろ泊まりましたね。で、レストランも、ね、ミシュランの星付き、これはモナコの、えー ルイ・キャーンツというねアラン・デュカスのレストランですけど、行ったり、ハワイでトローニングでカジキマグロを釣ったり、ラスベガスのカジノで大まけしたりね、まあ、なんかね、えー、1億稼いでますみたいな人のね、えーこうえー、写真とか自慢みたいなんですけど、これを別にね、そんな大して稼いでないのに、こういうので金使ってたと。 で普通に考えるとね、こんな使えるわけもなく、まあ、本人はね、あまり考えず、どんぶり勘定で使ってたんですけど、なんでこんな使えたかっていうとね、やっぱりヤフオ君の存在が大きかったですね、えーまあ。きっかけはこの宮治社長なんですけど、えー、主婦をね、ヨーロッパに無料で連れて行ってるというのをテレビでやってまして、無料でヨーロッパとはまた景気のいい話であねとね、今ほどヨーロッパ安くなかったですからね。 ヨーロッパに旅行行けば、どんな安くあげても30万買った時代に無料で手法を連れて行ったと。で、ヴィトンでバッグを買ってね、えー、それを持ち込んで売れば30万になって払ったって余裕で儲かると。いや、それはすげえねと思いましてね。えー、私も、まあ正直、買い物は好きなんですけど、あんまブランド品っていうのはね、えー、ワインとか、 えー、グラスは別にして、まあ、ナイフとかか。まあ、何しろね、そういうファッション系はね、あんまり興味がなかったんですけどね、まあ、儲かるんなら買ってみようということでね、えーまあ、たまたま嫁さんがこういうビトンなのエルベスダの好きだったんでね、まあ、そこからはもう、えー、迷ったら全部買えという感じでね、買いまくってで、売れるものは売っちゃうというのを繰り返したらですね、大、ま、体、あ、1回旅行に行くと200万前後儲かると。 ね、儲かるって言ってまて、あ、実はね、旅行でも使ってるんですけど、まあ、少なくともね、転売の金そのものは、仕入れね、プラス、えー、100万、200万、300万ね、ね、えー、ということで、儲かりました。エルメスのベアンとかね、ビトンのキーポルあとね、結構売れたなこのビトンのグラフティーってのは、やたら売れましたね。まあ、こんな時の経験があったんで、まあ、転売は儲かるということは知ってたんですね。 でそして消費者であり、販売者でもある私は、まあ、儲かれ商品の見つけ方を教えるのが得意なのでコンサルタ始めたと。まあ、実はね、えーまあ、自分でまたその、何ですか、えー、ヤフオクで売ってて、しばらく不動産でこの転売もやってなかった時に、あまた売ろうと思ってね、転売を教えてた人たちに、まあ、定価で買ってね、1個1万ぐらい儲かれ商品ってどんなのがありますかねと、まあ、相談したんですけどね。 まあそんなのね、あるわけねえだろうとかね、えー、剣もほろろな返事が返ってきたんで、まあ、そうなんだなと思ってね、随、え、分、ー、転売も難しくなったなと思いまして、えー、自分で調べたんですね。そしたら、何のことはない。1万2万だったら全然いくらでもあるじゃんと。ねまあ、これはあの、私が儲けさせますとか言って教えてる人もね、まあ、大して商品見つけるのうまくないから、だったら私が教えようということで教え始めました。 で、転売のハウツーボンも書きました、ね。趣味力でがっちり儲ける個人輸入入門。これ2010年の本ですね、えー。転売を教え出してすぐぐらいの本で、これは、えー、輸入、a a m z アマ Amazon と eBay、まあ、ほぼ Amazon ですね、まあ。Amazon で買ってヤフオクで売るというような本です。で、次に書いたのが、Amazon 輸出ビジネスがわかる本。これはアメリカのアマゾン .com で売りましょうという本ですね。 でまあ、今、アマゾン輸出のほが全然儲かります、ね。ヤフオク輸入とか今ちょっときついですね。でしかも、これからね、えー、オーストラリアのアマゾンが物販始めるという、まあ、ビッグイベントもありますので、今ね、えー、転売ビジネス始めとくと、そのオーストラリアアマゾンで、まあ、結構儲かるという可能性が高いです。で本日から、ね、5月31日まで、 アマゾン1のサポート会員を募集しています。これはチャットワークサポートね。ね9万9000円で半年のサポート付き。まあ、こちらは、ね、チャットワークでサポートしてスカイプなしと。で商品選びも、えー、個別の商品の相談。これどうでしょうかねあれここでどうでしょうかねっていう相談がですね、えー、ついてないというプランです。まあ、その代わりね、えー、商品の探し方そのものと、えー、こんな商品は扱っちゃいけない。 あとね、パソコン操作、ね、Amazon で出品するときにわかんない画面の操作なんかは全部サポートしてます。で、おすすめはこちらの個別サポートプラン。55万円で半年のサポート付き。まあ、この2つのプランがあるんですけど、まあ、何しろね、何を扱って、まあ、どんな商品をね、扱って、何をすれば儲かるか、私がどんなふうにサポートするか、まあ、それをね、まず電話で30分間の無料相談を受けていただいて、 説明したり、あるいはね、えー、どういう商品なら使えるか、そういうのをね、相談聞いてアドバイスしたりします。まあ、この30分の、まあ、電話相談受けていただければ、まあ、あなたが Amazon 輸出で儲けられそうか、いくらぐらい儲けられそうか、私がどんなサポートをするか、まあ、それがね、えー、すっきりとわかりますんで、まずはこの無料相談受けられてはいかがでしょうか。こちらのね、えー、申し込みをクリックしていただくと、 まあこのお問い合わせ画面に行きますんで、そちらにお名前とメールアドレス、それからね、題材は30分無料ソランと書いていただいて、第1、第2、第3希望の、えー、日時を書いてください。えー、こちらから折り返し、じゃあいつにしましょうとね、ね、えー、電話番号何番です、あるいはスカイプでやりましょうかというようなね、えー、ご連絡をさせていただきます。まあ、今から始めれば、アマゾイ室儲かりますしね、本当に儲かるのかどうか、自分なら、えー どういう商品を扱うのか、その辺のことがね、なかなか分かんないと手を出せないと思いますので、まあ、まずは無料で相談して、その辺の悩みというかね、疑問をスッキリさせてみてください。ご応募を待ちしてます。以上、天文アカデミー、堀秀夫でした。